ゼリーが、ゼリーが。なかなかに美味だが、うにゃうにゃ。だだうにゃ。おじいさま。おのれ、大樹寺九郎。かくなる上は最後の手段。何か発動してはまずいっぽいもの発動。たった一つの星に捨てられそうなの。またあの夢、ここのところ見てなかったのに。いや、いや、いや、いやだよ。夢、夢、夢。寝て見る夢も、起きて目指す夢も同じ。思いの結晶。そう、人の世界は夢にあふれている。突然襲ってくるなんてひどいじゃないか。本体に似て凶暴だな。さて、これをどうしようかね。素直にマスターテリオに渡すのもつまらないし。そうだね、ここはまたクロ君を困らせてみようかな。ごめんね、クロ君。でも好きな子ほど意地悪したくなるもんなんだよ。それに道化の仕事は夢を見せること。しっかりお仕事しないとね。
つまり何が言いたい？神よ、あんたは敵だ。朝食のトーストにバターとジャムの両方を塗りたい放題なんだぜ。すげえよな、アル。いや、それが思いつく限りの最高の贅沢だったりするのか。もしかしてお前は猫を食ったことがあるか。もうよい、詮索して悪かった。喋るな、たまえ。お待ちしておりました。大十字様にアルアジフ様。ただいま応接間までご案内いたします。お嬢様、大十字様とアルアジフ様をお連れしました。ご苦労様、中に通してくださいね。は、失礼します。わざわざご足労願い申し訳ございません、大十字さん。はい、どうもです。なんだ、わらわには挨拶なしか。頼む、お願いだからことを荒立てないでくれ。どうぞおかけください。失礼します、お茶をお持ちしました。ご苦労様、稲田。どうぞ。ああ、どうもどうも。うむ。きっとものすごく高くてものすごくいいお茶なんだろうが、その違いがわかるほど俺の舌は上品なものに恵まれちゃいねえ。せめて人間らしい生活を心がけろ。それからだ。さて大十字さん、早速本題に入りましょう。大十字さんの意思はウィンフィールドの方から聞かせてもらっています。私も極力私情を交えずに検討させていただきました。はあ、それでその結果、デモンベインを最も有効に運用するには、確かに大十字さん、あなたに頼らざるを得ないという結論に達しました。ってことは、ブラックロッジの破壊活動は日に日に過激になっている。のんきに構えている余裕はありません。要望通り、デモンベインをあなたに託します。ありがとう、姫さん。姫さん？あ、いや、その…なれは自分の都合で
個体識別名を設定する癖をやめろ。まあそれは置いといて、大十字さん、いくらあなたに託したとはいえ、デモンベインはあくまで我々波動財閥の財産です。今までのような勝手な運用は許しません。はい。うつけ、敵が現れるたびにいちいちお伺い立てていられるかである。何か文句があるのですか？そこからことを荒立てないでくれ。うむ、なるほど。ここは素直にうなずいておいて、いざとなれば好き勝手振る舞う算段か。さすがは我が主、わらわなんぞよりもよっぽど考えることがえげつない。で、なんでわざわざ大声で曲解するよ。そんなにもこんなにも是が非にも俺を陥れたいか、古本娘。よろしいでしょうか。デモンベインの運用における魔導書、すなわちアル様の状態についてですが。そうでしたわね。気を取り直して続けましょう。聞いた話ですと、そっちの魔導書、完全な状態ではないとのことですが、何でも記述の一部が失われていると。ああ、そうらしいんだけど、順を追って説明するか。わかりました。では魔導書捜索の依頼の一環として、アルアジフの断片回収を正式に依頼します。というと？大十字さんをお抱えの探偵という形で雇わせていただきます。以前の報酬に加え、毎月分のお給料を支払いするということでいかがでしょう。無論必要経費は別途に請求してもらって結構です。どうしました？何か不満でも？どうした？何をほじておる？天国のお父さん、お母さん、見てますか？やっと、ようやく定期収入が得られるような真っ当なお仕事が俺にも。面倒だからいちいち突っ込まんぞ。
第十字様がパイロットとなられる以上、デモンベインをサポートする機関についての知識が必要になるでしょう。私の方から波動財閥の地下基地を案内させていただきます。デモンベインの格納庫はこの基地内に存在しております。民間用の避難シェルターももともとは基地の一部でした。避難シェルター群と同様、基地内も専用の地下鉄道によって各区画がつながっております。さらに別の区画には医療施設、魔術の研究施設、基地の全電力を賄う魔力炉、有事の際に基地を守る結界機などなど多様の施設が整っております。大したもんだな、これは。未開発の区画もまだ存在しております。ですが偶然とはいえ、まさかこの施設内に大十字様の侵入を許すとは思いもよりませんでした。そんな警備システムの穴が他にもあれば一大事ですね。早急に解決すべき問題です。侵入ってあんた人を侵略者だろ。さて、そろそろです。ここがこの地下基地の最下層、基地のすべてを統括する司令室です。おお、大したものだな。オペレーターたちを紹介します。みんな、デモンベインのパイロットを担当する大十字様、そして魔導書としてデモンベインの中枢を務めるアル・アジフ様です。うちの名前は千秋。
瑠璃お嬢様に使える使用人、まあいわゆるメイドさんだね。メイドさん、いい響きでしょ。僕が得るものがあるでしょ。やだな、なんかやらしいこと考えてるんじゃないでしょうね。え、こっちがアルちゃんか。うわー、ちっこいね。かわいいな。アルちゃんもよろしくな。うむ、苦しゅうない、よろしく頼むぞ。さて、うちはねメイドさんとしてもまあもちろんなんやけど、それと同時にレモンベインの整備を担当してるね。だからクロウちゃんとは何かと顔を合わせることになるやね。なんつうかな、レモンベインが壊れるとそのとばっちりは全部うちに回ってくるから、なるだけお手柔らかにお願いするわ。つうか、ぶっ壊したら死なす。わかった。ああ。誠です。オペレーターを担当しております。よろしくお願いします。あ、どうもよろしく。男の人はダメ。硬いし大きいし似合うし楽しくない。大丈夫、大十字様が悪いわけではありません。ただ単に男の人全部楽しくないだけ。フォローになっているとは到底思えないが、気を使ってくれてありがとう。よろしく頼むぞ、人間。わかるわけねえだろうに。かわいい。
らわが。ちっちゃくて柔らかそうでいい匂いで綺麗で、誰の手もまだ触れてなさそうで素敵素敵素敵。私のことはどうぞ気楽にお姉様とお呼びください。断る。ならお姉ちゃんでも結構です。よくない。姉さん、なぜなれを姉呼ばわりせねばならん。この小娘。小娘。生きるわらわから見れば、人間の女など、みんな小娘だ。小娘、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 小